これ言うのか迷ったんだよな。私、青木かのんはハゲです。で、先に結論から言いますと、本田翼さんがすごい好きでですね、髪型とかもいろいろすごい意識して、まあ、寄せるのはまあいいじゃないですか。じゃなくて私はハゲたんですよね。今もハゲてます。一年前から。要するにこの前髪の裏側が全部ハゲてんですよ。でさ、今ってシースルーみたいな、前髪すだれっぽくスカスカみたいな、まあ、そういった髪型流行ってるじゃないですか。私もそうしたいなと思って、去年の夏ですね、ここに写真出てますけども、まあ、結構重めの前髪で、それって普通にすくだけじゃガタガタみたいな感じになっちゃうんですよ。要するに簡単に説明すると、前髪ってこうやって生えてるじゃないですか。こういうのがいっぱい段重ねになって、それで前髪ってこうやってふさふさふさってなってるんですよ。ああいう本田翼さんとか可愛い人たちがやってる前髪っていうのは、このふさふさふさってなってるやつをすく感じではああいう風になんないんですよ。要するにこの何段重ねになってる前髪の一番上のところがすごい長くなってる人たちができるの。あー、もうこれ難しいな。だから今私が言ったこの一番上の段の長くなった髪は、要するにここに来てる人たちなんですよ。ここに被ってるのがさっとこう横に流して前髪なんですよ、もともとこれは。まあ、こんな感じの束感みたいな前髪ができるわけ、イコール私が憧れている本田翼さんっぽく髪型を寄せることができるんです。だが、しかし、ここにある通り、青木かのんは前髪が全部同じ長さ。いわゆる、おかっぱ。そうなんですよ。おかっぱだと、まとまりのあるスカスカの前髪できないんですよね。だからあの状況じゃ、もし本当にこういう前髪にしたければ、一旦前髪をいっぱい、こんぐらいまで伸ばさなきゃいけないの。だいたい10センチぐらい伸ばすとしたら、もう1年近くかかるわけですよ。今すぐにでも私はスカスカの前髪にしたい。もうあの時、ってなったの。でさ、私、衝動性やばいから、そうだ、バリカンで前髪を薄くしよう。そう思いまして、もうその日のうちにヨドバシカメラで、この懐かしき野球部時代はお世話になったバリカンを再び女になって入手することになり、本来ならさっき言ったように前髪のここの上の部分が伸び、こっちの方に来るようにしなければこういうのができないのにもかかわらず、だったらここを剃っちゃえばいいんじゃね？そうです。私は前代未聞の前髪2ブロックをしてしまいました。悲しいよ。あ、実は私まだ前髪1センチぐらいなんですよ。1センチなのにあんまりわかんないじゃないですか。その理由も後ほど動画を見ていったらだんだんとわかっていくんで、私がハゲになってしまった経緯を話していきます。せっかくさ、女の子になりたいと思って野球部時代からこうなれたのに、またタイムスリップしちゃったんです。はい、これがですね、去年の夏ですね、もうちょうど今頃。そしてこれをセットすることによってこんな感じに、いい感じの、あ、前髪薄くてなんか K-POP 意識してる子みたいだねみたいな、まあ、そういう風になりまして、まあ、この状態ではですね、特にバレなかったんですよ。一体カノンちゃんはバリカンでどこまで切ったのっていうことなんですけども、ここまで切りました。頭皮4センチもむき出し状態なんですけども、でよく見てもらったらこの辺ですよね。もうありえないところがハゲてんですよ、これ。で、この頃から私、だんだんと、ハゲてんのがやばいと、自覚し出しましてですね、ここまで全剃りした前髪を伸ばし始めます。たださ、1センチとか伸びてくると、だんだんと、なんか内側黒い線が入ってるみたいな。そういう気持ち悪い状態になりまして、これ、日常生活に支障をきたすぞと、そう思い、その頃からですね、こんな感じに、帽子をかぶることが多くなったんですね。これ、エキサイトニュースさんから取材受けた時の当選者向けのチェキなんですけども、イキってピースしてますが、これハゲてんですよ。だんだんとですね、この辺から髪型が迷走しだして、で、その頃に、私、5、6年前から本田翼さんの髪型を、まあ、意識して、寄せてたなということを思い出しまして、だったらこの迷走した時期を抜け出すためにもう一度本田翼さんのような髪型を真似してみようか、まあ、そういうことになりまして、こんな感じに、まあ、前髪はちょっとハゲてるから前髪残しのこの辺はもう美容師さんにこんな風に切ってくださいって言って、前髪は触らないでっていうことを伝えつつ、まあ、それがこれですね、さっき言った
前髪に線が入ってるっていうのはこういうことです。いやこれもやばいんだけどな、朝寝癖がやばくてすっぴんの状態だったらもう落ち武者みたいな感じになってて完全にここラインいってますよね。伸びてきた髪の毛がだいたいもう3センチぐらいになってて、もう動画でもごまかしが効かないレベルになってきたんですよ。まあ一番の極めつけがコメント欄でカノさんハゲてませんみたいな、いや私の中でハゲ隠し対策がすごいしてたんですよ。ここがもう線が入っちゃってるわけじゃないですか。だったらここの線がピシッと入ってるところをぼかすっていう意味でおでこもうこの辺にですねちょっと茶色っぽい粉をこうやってやってなだらかにこう色の変化をさせて違和感をなくさせようとしたんですけども、逆にですね照明を当てることで茶色い粉がですね光によってもう全然色ついてるかどうかなんてカメラに反映されなくてもうただのハゲなんですよね。まあ、そういうこともありまして、あのコメントを見てからそこでいろいろ考えたんですよ。このまま往生際悪く前髪を上から被せてハゲ隠しすんのか、それともあえて見せることで逆に目立たないんじゃねという二択になりました。ハゲた部分は育ててるわけなので、まあ、だんだん伸びてくるわけですよ。本来の髪の毛がこんぐらいでこうやって伸びてるわけでしょ。ハゲた部分がもう半年間ぐらいで、まあ、6センチぐらい伸びるんでこんぐらいになってるわけですよ。だからあんな風に段差になってるんですけども、だったら逆に前髪全部をジグザグに切って伸びてきたこの6センチぐらいのハゲの進化系をなじませようと思ったの。それが今の前髪のルーツです。まあ、この前髪結構ジグザグなんですけども、でそこでリンクするわけですよ。私が大好きな本田翼さんといったら前髪おんまゆ、ここでうまく私の願望とコンプレックス隠しが合致してこれしかないってなり今に至るんですね。で今からめくるんですけども、ここにある髪の毛これも実は元ハゲですね。お待たせしました。では今から私のハゲをお見せしていきます。言いますよ、ちょっとずついきますよ。カチカチに固めてるんですよ、ハゲバレたくないから。あ、見えちゃった。ハゲ。やばくない?絶対に真似しないで。これが流行りの前髪に憧れた末路です。これが本来の私の前髪なんです。ほら。ほら。長さ2センチぐらい。なんでお前1年前にハゲになったのに、普通12センチぐらい伸びてるだろって言われると思うんですけども、よく考えてください。私はこのあたりまでバリカンで刈ったわけですよ。お父さんのヒゲ状態、ジョリジョリになってたんですね。このスペースすべてを同時に伸ばしたらどうなります?ボンですよ。ボン。まず最初にハゲの一番上の段から伸ばしていくんですよ。ここの上部を3センチ伸ばしたら、ここを1センチぐらい伸ばす。っていう感じでなだらかにしていくの。で、ここはまだ引き続きバリカンで剃り続ける。っていうのを繰り返して、やっと今この持ってる髪の毛が、まあ今だいたい10センチぐらい伸びましたんで、一番上の段、2段目っていう感じでこうやってだんだん段畑にしてんの。で、この3月ぐらいからこの下の段を伸ばし始めたの。ここの下の段はまだ1センチぐらいなんですよ、前髪。ほら。産毛じゃないですかね、これ。前髪です。ほら、横にすると分かりやすいかな。よくないこれ。伸びかけの野球部じゃん。あ、ここ伸びてきてる。これ第4波ぐらいですね、これ。だからここの一番下の髪の毛が前のように戻るまではあと1年かかる。私はハゲによって空白の期間が2年間ぐらいあります。いや、私だってさ、前髪をこうやって分けたいよ。でもさ、分けたらさ、これ何よ!でもやばくない?え?皆さん、助けて。これありなんですかね?こういう前髪。こうやっておでこ出したら、やばい。近づいたら、変な部分あるじゃん。でも、ちょっと掴めるようになった前髪。嬉しい。いやさ、こんな前髪だからさ、美容室とか、誰にも見せられないよ。これ見せれます?あなた、こんな前髪になって。もう失うもの失ったからな。もう怖いもんないぞ。はい、ということでですね、今回私の秘密を暴露させていただいたということで。動画を締めます。さよなら。常識払って